はい。それでは読みます。韓国語ね。ここから音読だけです。韓国語のハングル文字は基本的にボイントシーンの組み合わせで作られます。日本語の50音のような1音1文字の仕組みではなく、シーンとボインが合わさって一つの音節ができる仕組みです。ここでは基本的なボイントシーンをそれぞれカタカナで紹介します。 母音10種類。ハングリーには10個の基本母音があります。あ、や、お、お。日本語のおと、あの、間の音。あ、かな。えー、よ、よ、お、よ、う、ゆ、う、 中横に広げて、うを発音する感じ。う、うえっていう感じ。う、う、う、い。ああいう上を。絵がない。絵がないのはい、えー。じゃあこれね。シーン14種類。ハングルの基本シーンをカタカナで表した次のようになります。えっ、ー、と、これは、き、く。きく。 みた感じかな。文脈によってが行かか行の音になります。な。うん、これな。で、と。文脈によってだ行かた行の音になります。はい。る、り。文脈によってら行かり行の音になります。む。ぶ、ぷ。 文脈によって、バー行かパ行の音になります。す、ときときしっても発音されます。す、うん、パッチムで使う場合、えー、母音の前では発音しません。うん、パッチムってこ確か上と下にくっつくやつだよね。じゅ、つ、ちゅ。はい。く、と、ぷ、ふ、 へ、脳音、5種類。脳音とは、強く発音されるシーンで、息を強く吐きながら発音する音です。か、た、ぱ、さ、ち。これ2つくっついてるからなんかわかるね、これだとね。はい、合成母音、11種類え。母音を組み合わせた合成母音もあります。え、 いえ、え、いえ、うえ、お、うえ、ウィ、ウィ、え。音のバリエーションがいくつかあります。これらのシーンと母音を組み合わせて韓国語の単語が作られます。意外に難しい。